爆食増渕幸男チャンネル、はい、どどーん、たこ焼き山が完成されてますね。こちら100個の、揚げたこ焼きでございます。ここにこちらでございますよ。この明太マヨちゃん、大量の明太マヨをかけて食べていきたいと思います。こんな感じで、おーっ、かわいい。いきます。こわ、なんだ、あ、いいじゃん。で、こっち側にかける。ね、はい、明太マヨの、なんだこの大海原、すごい。いいじゃん、いいじゃん。こっち側にちょっとかつお節を明しとこうかな。完成。それでは、いただきます。すげー、すげー、いただきます。うん、うまっ。揚げたこ焼きにして正解だった。いい、はじける明太子食感、そしてカリッカリのたこ焼きちゃん、うまい。いい食感だ。うまっ。うわ、ビールが欲しい。これはうまい。最高。うん。いいね、やっぱこれ。うまっ。何からし明太子ってこんなうまいんだろう。なんで明太マヨってこんなうまいんだろう。最高だ。飲める。業務スーパー最強だわ。全部業務スーパーで揃ってるんですけど、からし明太子のなんていうの、チューブみたいなやつが 450g で約700円。お得、お得すぎる。ちょい明太マヨ作りたい時とかはさ、チューブからちょっと出してマヨネーズとあえてね、使えばいいし、私みたいに大胆明太マヨしたい場合は全部使っちゃったっていいしね。いい、使い勝手がいい。たこ焼きは50個で500円ぐらいのやつを買いました。いいおやつすぎる。うまっ。
本当はビールを飲みたいけどね、この後運転があるからね。お茶です。でこんな美味しいの。じゃーん、ご飯。これをこうだ。うまっ。買えないね、お皿についてるのか。
ラスト。食べた。はい、ということで完食いたしました。たこ焼き100個と、超最強明太マヨたこ焼き山でした。明太マヨってなんてこんな美味しいんだろうね。幸せすぎた。この明太マヨ使ってなんかまた違うものを食していきたいなと、そんな風に思っております。美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、この動画がいいと思ったら高評価、私のことが気になったらチャンネル登録よろしくお願いします。またね。